このビデオでは断面形状マネージャーにインポートする前に標準鉄骨断面形状データベースでビルディングマテリアルを割り当てる方法をご説明します。またアーキキャドデザインプロジェクトにスチール断面形状をインポートする例もご紹介します。オプションを有効にして標準鉄骨断面形状インポートダイアログボックスを開きます。ここで標準値に対して希望の国コード 選択することができます。ヨーロッパコードを選択しましょう。形状ポップアップから必要に応じて IH 傾向を選びます。この例では I 形状を設定します。使用可能な断面形状オプションでは、プロジェクトに断面形状を追加ボタンをクリックすることにより、プロジェクトに追加できる様々な断面形状のタイプをリストします。IPE270 を選択して追加してみましょう。 ご覧のように、インポートする断面形状リストに表示されます。形状を角交換に変更し、使用可能な断面形状から選択すると、インポートする断面形状の欄に2つの断面形状が追加されます。割り当てられたビルディングマテリアルでは、蛍光の材質を設定できます。金属、ステンレスを選択してみましょう。リストから、 不要な要素を削除することが可能です。これを実行するには、削除する断面形状を選択し、削除ボタンをクリックします。警告メッセージが表示され、確認を促します。はいをクリックしましょう。インポートボタンをクリックして実行します。デザインを開いて、断面形状、断面形状マネージャーコマンドを選択します。ポップアップをクリックすると、 新しくインポートされた断面形状をリストに確認することができます。一つ選択して、プロファイルの編集ボタンをクリックし、編集画面を開きます。断面形状の塗りつぶしパターンを選択した場合、金属、ステンレスがビルディングマテリアルに設定されているのが確認できます。断面形状マネージャーを閉じます。張りツール、 を有効にしてみましょう。情報ボックスより構造、断面形状モードを選択し、新たにインポートした断面形状の一つを選択します。断面形状の針を平面図に配置して、3D ビューで結果を確認します。